ではアサリの旨味がたっぷり手軽に作れるカルグクスご紹介していきたいと思います。まず出汁を取ります。鍋に水、ここに和風の出汁パック、砂抜きしてきれいに洗ったアサリを入れて火にかけます。出汁を取っている間に野菜を切っておきます。使う野菜や加える分量はお好みです。出汁が取れたら、出汁パックとアサリを取り出します。アサリは最後にまた加えますよ。スープに野菜を加えて、火が通るまで煮ます。野菜に火が通ったら、麺を加えます。生のカルグクス麺。このままスープに加えてもいいんですが、さらりとしたスープに仕上げたい場合は、麺の表面についた片栗粉を水で洗い落としてから加えます。麺が茹で上がったら、先ほどのアサリを加えます。ここに薄口醤油、にんにく、塩で味を整えて出来上がりです。ではいただきます。最初はやっぱりスープからいこうかな。アサリってすごいね。こんなにもいい出汁が出るんだ。うん、美味しい。アサリがたっぷり。我が家でこのアサリのカルグクスを作ると、子供たちはこのスープは大好きなんだけど、この貝自体はちょっと食べたがらないので、私のお皿にアサリが山盛りになります。それはそれでアサリ好きにはたまらないね。幸せだね。今日みたいに雨が降っていたり肌寒い日には、この熱々のカルグクス、ほんと体温まって美味しいですね。ちなみにこのカルグクスのスープ、ご飯を入れておじやにしてもとっても美味しいですよ。二つ蓋持って、せーの。Thank you.